エイブラハム・ジェイコブ・ホランデルスキの自伝に掲載された撮影現場での集合写真。前列向かって右の座っている人物がホランデルスキ、その真後ろに軍服姿で立っている人物がモンテブルー。太平洋横断は失われた映画とされる1926年に公開されたアメリカ合衆国の映画でサイレントの恋愛映画、冒険映画としてワーナーブラザースが制作し、 ロイデル・ルースが監督、モンテ・ブルーが主演を務めた。この作品は、チャールズ・ブレイニーと JJ ・マクロスキーによる戯曲をもとにしたものである。この戯曲は、本作以前にも、ドロシー・ダルトン主演で1914年に映画化されていた。確認はされていないが、この映画は、バイタフォン方式による、サウンドトラック音盤が制作されていたものと思われる。 ケンタッキー州の青年モントには幼馴染みの恋人クレアがいた。父親が死去した際のモントの振る舞いを心よく思わなかったクレアの父マーシュ大佐は二人の交際を禁じた。絶望したモントは檻から勃発した米西戦争への従軍を志願しフィリピンへ赴く。戦争は米軍が勝ったもののアギナルド将軍が率いる勢力は米軍の中途に反対して 妨害を続ける。米国人とフィリピン人両方の血を引く女性ロマは、米軍側に従っているが、実はアギナルドに通じていることがわかり、米軍はこれを利用して、アギナルドの本拠地を攻略しようと考え、モントに白羽の矢を立て、ロマを誘惑させる。以下の配役は IMDB による。他のデータベース類に異なった記述があるものについては、中期で示す。また、 クレジットはされていないが、20世紀初頭の有名ボクサーであったエイブラハム・ジェイコブ・ホランデルスキが、早くで出演しており、彼の自伝、ザ・ライフ・ストーリー・オブ・アベ・ザ・ニュース・ボーイ・ヒーロー・オブ・エーサウザンド・ファイツには、本作の撮影現場で、主演のモンテ・ブルーラと一緒に撮った集合写真が、掲載されている。ありがとうございます。